76.1 インター FM。 このコーナーは日頃からポケモンを大切に育てている方をスタジオにお招きして、いろいろな苦労話とかを聞くコーナーにゃ。ポケモンを育てるスペシャリストたち、さあどんな話が飛び出すやら、聞き逃せないぞにゃ。今日はイケメンの育て屋さんが来てるんだぜ。では早速本日のスペシャルなゲストを、ポケモンの育てのプロをお呼びしましょう。ポケモン育て屋さん、いらっしゃい。すげえテンション。この店のポケモンを育てるプロフェッショナルさんは宮野守さんにゃ。どうも宮野守です。よろしくお願いします。では、はい、ミュージックスタート。ミュージック、ズクッチャンズクッチャンズクッチャン。あなたの名前は宮野守、仕事は主に声優、これで間違いないのかよ。お、アタボーよー。今年11年だよ。11年、はい、次の次に、はい、たまに歌とか歌ってるよ。わかったにゃ。何月生まれのどこ出身。リズムに合っていないけどにゃ、ついでに相性も言ってみにゃ。おう、俺は6月生まれ、埼玉育ち、悪そうなやつは大体避けがち。優等生。なるほど。やつばっかり、相性はまあもう、イエーイ、ヨーヨー。デビュー作は何なんだい。代表作も教えてくれよ。代表作も教えるよ。デビュー作はあれだね、海外ドラマの吹き替えさ。私はケイトリンっていうタイトルだぜ。たまに、あれこれ駆逐する。あなたは狙い撃つ。俺か。俺は駆逐する。あなたは狙い撃つ。代表作教えてくれよ。ガンダムです。ガンダムです。イエーイ。何だい、何だい、ダブルオーって。あ、どうも、代表作は機動戦士ガンダムダブルオーという作品でですね、テストライブ声優。なんかコジラもよく知ってんじゃないの、コジラの。コジラの友達がね、うん、よく狙い撃ってましたね。狙い撃つって言ってた。あ、それが駆逐するなの。そう、僕が駆逐する。で、俺、あなた狙い撃つ。そう。はい、次次。あっさり、そんなあっさり。あのね、ゲストはこんな時間なんだけど、ごめん、小次郎と絡むとそんな感じ。小次郎とあんま絡まないんだ。絡むとスルーされる。へぇ、そうなんだ。まあまあ、そう、今言うてもね。一応こう書いてあるから、武蔵読むね。この番組の宣伝をしてくれたら、ゲストに呼ばれるということで、本当にブログで宣伝してくれたそうで。その日に。その日に。その日に。すごい。すごい。みなさんは、ブログとかやってるんですか？やってますよ。結構、まめに更新してるのかや？そうですね、月1ぐらいです。近いな。その豆さんは豆っていう。月間みたいな感じだ。ぐらいな。ぐらいな心持ちで。はい。ゲストに呼ばれるっていうことだったら、ブログみたいなことだったわけでしょ。それ出たかったの、この番組に。そうですね、仕事に繋がるな。ついハングリー。さすが、さすが子役出身。まあまあ、そういうとこありますよ。やっぱね、いや、ポケモンを広めるためなら。うん。今言い換えてみた。言い換えてみた。心がない。心がない。やっぱね、大事だなと思って、こう、ファミリー。はい。営業することは大事だな。大事だな、自らね。そうか、ブログって営業なのね。私もやってみよう。本当にやるのかにゃ。うん。なんか、女優の仕事ください。毎日女優の仕事ください。そういうブログですか？一行。女優の仕事ください。ブログじゃないんですよ。メッセージオンリー。求人募集。そういうこと。この番組さ、結構やってるわけなんだけど、はい、1回でも聞いたことある。7回目です。今日7回目だ。あ、そうですか。そうですかってことは聞いてないんや。いや、ほら、一応、一緒じゃない。一応、何だ？1回目、ほら、何？聞きました。1回目だけかにゃ？はい。正直だにゃ。正直だね。一応、一応聞いた。まあでもその1回。いろんな手前。いろんな手前。声や、声や。声や、怖い。いや、すごい番組だなと思いましてですね。僕ここに本当に出れるのかと、憧れのね、ロケット団さんたちとですね、お話しできるなんてと思ってですね、存在が宝みたいな。こうやって生きていけばいいんだにゃ。頑張る。こういうことか。先輩に対して先輩宝とか言えばいいんだ。宝宝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 
手法だな。やった、なんか違う仕事ください、武蔵です。こちらも読みます、はい、育てのスタジオ村、略してスタジオに初めて参加した時の気持ちと覚えてます？ずいぶん経ちますよね、 BW になってから。 BW になってから、はい、とても緊張しましたね。このままどうしたらいいんですか？いや、めちゃめちゃ緊張。ポケモン的にもほら、ストーリーがこう、一新するみたいな感じの。なるほど。で、見てたんでしょ？だって。もう、はい。やってましたし、当時の。ゲームをやってた。はい、緑をやってましたね。緑？はい、緑。緑ってあった？緑、だいぶ昔っていうか、初期、はい、初期バージョン。いっちゃん最初。金とか銀とかのうんと前。うん、前に。赤、緑。最初のシリーズだね。はい、何を育ててたの、その時は。僕は大木戸博士にゼニガメをもらって、ゼニガちゃんとピカチュウを捕まえて、すごーい、ライチュウにさせないでみたいな、させずにみたいな、やってたんだ、はい、それで見てたところにこう自分がこうスタジオに行くってどうなの？じゃあもう緊張しましたし、そのね、一応サトシとこう、一応じゃないけど、サトシとこう、旅を、無理に気づかなくていいよ、旅をするというね、重要な役割じゃないですか。うん。そう、僕はやっぱりすごく憧れて見てたので、うん、あそこをこうになっていくんだと思ったら、もう、あれでした。あれでした。緊張を隠せなかったですね。でも、あれよね。育ててたんだよ、もうポケモンがさ、ポンポコポンポコ出てきたら、それ楽しくてしょうがないんだよ。楽しかったですね。緊張はするけどさ、なんか仕事なのこれみたいなね。でもなんといってもこう、スタジオにピカチュウさんがいらっしゃったじゃないですか。いる。ああ、そう、感動しましたね。でも今楽しかったですねって過去形だったから。今は楽しいですね。リング ING。現在進行形。ING。もう聞いてない。だいぶ普段と違う感じがします。そうですね。おかしいね。おかしいね。そうです。興奮してんじゃない？まあ、背が高くていらっしゃいますけども。はい。スタジオで困ることとかないんですか？本当に高いよね。あ、いやでも。遅いじゃないですか。小次郎さんのお友達の、三木慎一郎さんが、隣にいてくれた。同じような大きさだよね。そうなんですよ。ちょっと大きいマイクってあるじゃないですか。ある。スタジオがね。高い。大きくはない。高い、うん。ちょっとだけ大きいマイク、あそこちょっと。大きいじゃないって言ってるでしょ。高いの。大きいマイク方だから。ちょっとだけ大きいんだ。大きさだからってラジオでやってもわからない。小学校、インターンじゃんとそこの子役。高いと大きいは違うのよ、単位が。そんなに怒れない。泣きそうだった。ごめんね。そんなに怒れない。ごめんね。高いと大きい。今だけだから。すぎれば平気。そこ返してもらってます。大丈夫だ。慣れる。そうなんですか。心強く待てば平気。ちょっと見逃してたけどさ。うん、見逃さないで。この私たち的にロケット団的にどうなの？今日呼んでるお客さんっていうか育て屋は。デントよ、デント。あ、そうなんですか。デントの音。大丈夫なの？絡んじゃってあんた。デントさんとのお付き合いはどうですか？宮野さん。宮野さん的には。今。あ、デントさんとのお付き合い。なんでさ、涙目なんですか？それは今、武蔵がいじめたからじゃねえのかな。あれ、私、いじめた？こう、気合を入れすぎてこの番組に臨みすぎたなって思います。あ、思って、ちょっと、もっと落ち着こうと思って。落ち着いて。いいよ、そこにあるもの。はい。よし、緑のお茶。音立てて飲まなくていい。ラジオなので。ラジオ。伝えようかなと。わきまいてらっしゃる。さすがなんだ。あの人今飲んでるんだなっていうのを伝えようかなと。あ、学ぶわ。怖いよ。怖がって。でも、ラジオなのに小次郎の方を向いてるんだよ。おかしいね。ね、私たちこんなに優しくされてるのにね。あ、そう。大丈夫なんだよ。大丈夫だって言うと大丈夫じゃないみたいな。そうやめてちょうだい。なんかロケット団さんには本当によくしてもらってるので現場で。そうなんですよ。なんか聞いたよ。ご飯食べに行ったりとかしてるらしいじゃん。そうだよ。林原めぐみさん、おごってあげたことあるらしいよ。お誕生日の時に。大きな声で言った。お前なんかしょっちゅうナポリタンを食べてる。私もごはんもらったことないのに。ナポリタンを食べてるにゃ。しょっちゅうナポリタンを食べてる。いや、美味しい、美味しい。大盛り食べるでしょ。はい、そうです。大盛り食べる。体が大きいからね。はい、そうですね。そうですね。そういうことね。ステーキ丼とか食べてて。美味しいですね。あれ、美味しいらしいよね。仲いい、そこ。なんで一緒だって。一緒だよ。一緒。なんかだいぶ武蔵的には距離があるのよね。そんなことない。あんま目を見ない感じがする。シャイだから。あ、そっか。シャイボーイ。シャイボーイ。シャイボーイだから。シェイ。おばちゃんみたいになっちゃった。
そんじゃあのね、一応ほら育て屋でしょ、なんか育てました通りすがりに育ててって言われるポケモンがいたりする。通りすがり、通りすがりに育ててますね。うん、何育てました？なんだろうなぁ。なんだろう。あ、俺覚えてるよ。ハーデリアっていうのがいたよね。今日忘れちゃったのかな。いや、いや今日呼んでますよ。育ててます。育ててます。いや、見たいにゃー。見たいなぁ。ですよ。うん。ハン、ハンですよって。前言われた。あ、ハーデリア。ハーデリア、ハーデリア。ハーデリア。あ、もういいよ。戻し、戻し、無理させなくていい。無理させなくていい。よしよしよし、戻れ。戻って。戻れ、ハーデリア。よし。いい声で、いい声で言えば、なんとかなると思ってんだろ。絶対、絶対。もう、僕初めて、その、通りすがりに、ヒヒダルマを育てたことがありまして。ヒヒダルマ今、連れてる？あ、連れてますよ。見せて、見せて。見せて。ダルヒヒダマン。ワッキー。ダルヒヒダマン。ワッキー。今なんて言ってんの？今なんて言ってんの？あの炎のパンチだ。攻撃。危ないじゃん。髪の毛燃えちゃうとこじゃないよ。髪の毛短くしよう。マジで私の髪燃えちゃう。やめてちょっと。いい、しまってしまって。しまって。戻れ。ヒヒダマン。いい子だな。いい子いい子。よかった。ダルヒヒダマン。言うこと聞かないよね。ガワゲロゲってさ、ガワゲロゲってどう、まあ、鳥すがりに育ててできたんだけど、あんま覚えてないか。いや、覚えてますよ。出てこい。ゲロゲ。ゲロゲ。ゲロゲ。かわいい。もういいや。もう攻撃させてもいい。戻して戻して。戻して戻して。だいぶ見た。なんだ。戻れ、ガワゲロゲ。ちゃんと育ててるんじゃね。いろいろほっとした。そうだね。僕はしかもあれですよ。オーディション。があったんですけど、デントンのオーディションに立ち会ったことがあったんですけど。難しいね。そこね、なんでしょうね、とりあえず、デントンのは OK なので、何か育ててみてください。とりあえず何か育ててみてください。オーディションで、やった時に、僕やっぱ当時の、ポケモンのね、イメージがあって、ゼニガメをちょっと、思い切って育ててみたんですね、その時。それがすごく、思い出深いなと思って。そういえば、オーディションでゼニガメ。そのオーディションのゼニガメは連れてるのかい？連れてきました。あ、じゃあ、それは人気はない。思い出の、思い出の。よかった、初めての出会いだね。ゼニガメ、出ておいで。ゼニゼニガメだーって言って。あ、ゼニガメ。だいぶ惜しい。ゼニゼニ。ダメだって。今最後、手はないから。よかった。つってね。いいよ。あ、じゃあ水つかないで。水つかないで。はい。全員。いい、いい、いい。ダメだ。戻れ、戻して。あのね、すいません。顔。ラジオだから。顔。顔ね。顔大事。こんな汗かくんすね。汗かきますよ。大変なんですよ、育てるって出したり出たりね。いろいろ大変です。ということで、じゃあ、そろそろ、締めさせていただいて。もう、もう、もう、劇場の PR とかはいいのかな？ろくなこと喋ってねえ感じ。劇場面白いですよ。あっという間です。劇場どう？どうですか？劇場。デントさんの大活躍で。僕の、本当にデントくんが育てている、マッギョが。可愛く、またこれ。大好き。マッギョが活躍。見てほしい、これ。はい。お楽しみに。まあ、もう見た方もいらっしゃると思いますけどね。まあね、細かいところ二度三度見ていただいても面白いと思います。そうなんです。そうなんです。そうなんです。友情の。だいぶ汗をかいた宮野さん。はい。ありがとうございました。こんな感じなんですね。またぜひ来てください。どうかな。宮野守さんでしたにゃ。ありがとうございました。よかった。76.1 インター FM。